こちらです。吹き矢と言います。よくくのいち忍者が旅芸人をしていた時に使っていたとされる忍具です。この笛のように見せかけて実は中に矢が仕込んでありました。このように吹いた時に音がしないため敵はどこから狙われたのかわからないというところが一番のポイントです。こちらはすごい短いので近い距離を狙うものです。もっと遠い距離を狙う場合はこのような長い筒のものを使います。そして実演唱では実際にこの遠い距離からこの吹き矢を使って風船を割るということを行っています。